はい、こんにちは。お久しぶりです。 F3 藤丸です。今回の動画はですね、トラックキャビンの水垢を落としたいと思います。はい、今回使うのはこちらです。じゃーん、リンレイの水垢スポットクリーナーという商品です。これね、使ったことないからちょっとどんなことになるか、どんな風になるか楽しみですよ。無着色だから塗装に安心。じゃあ一度これ使ってみたいと思います。これ分かるかな、これ結構水垢ついてんだけどね。これちょっと見にくいか、なんか見にくいな。こっちの方がいいか。これウォータースポットと水垢が、これここからでもわかるかな。こんな感じでこれを落としたいと思います。はい、それじゃあ必ず手袋をしてください。そして柔らかい布、今日は緑だな、カエルみたいな、カエル。そして布にスプレーをします。はい、で拭いてみます。とりあえずね、この部分だけやってみるね。縦横、あらあらあら、縦横とやった方がいいかな。はい、こんな感じでやっております。縁もね。それじゃあ一度中性洗剤で洗ってみます。どうでしょうか。落ちたかな。ああ、落ちましたね。落ちた。もう一回チャレンジ。落ちるね、これ。落ちる。よし。この辺まで、この辺までやってみる。怖い。いいかな。うん、だって泡出なかった。うん、うん、だってちょこちょこと見とってな。それで多分ゴダさん頼み行った行ってきたで、部品さあれば、はい、でもう一回洗う。あれば、まあやっぱり有限と違うわ。月曜日頼んでな。どうだ。どうだ。で、まあとにかくまた来たら今度火曜日来るでしょ。すいません、隣で。
おじさんが喋って、うん、部品、また部品入ったら連絡するけどさ、うん、すいませんね、ごめんなさいねって昨日は、すいません、はい、ね、お願いします、よろしく、はい、うん、不幸落ちた。だってその赤が落ちるってことは落ちてる。あ、そう、うん、絶対落ちてるよ。その色が落ちるってことは落ちてる、うん、まあ、か変えてみれば分かるけどさ、そういうやつあるんだな、水垢が。ほら一発、うん、だって色取れるところで上の赤が落ちるってだけ綺麗になる。落ちた落ちた、このここを上と下が全然違う。もうここから下ないもん。全然ない。いいじゃない。オッケー。やっで綺麗にして撥水を今度かければいい。そうすると綺麗なボディになるはず。こうやってやるだけで落ちてくもん。それが落ちてんね。その色取れれば、あれじゃない、綺麗になるね。うん。あ、違うの。あ？上と下と違うもん。これ違うでしょ。うん、違う違う。だから、そのあれを落ちるもんで、色取れるじゃない。うん、で、綺麗、全然違うもん。うん、ここ明るさが違うもん。ここは違う。うん、明るさが違うもん、光が。明るさが違う。うん、違うって見え、こっちが見え、分かるの、見てみよう、こっちが見え、ほら全然あの上と下がそこなんで、ああ分かる、ああ違うな、やって正解だ。よし、もう一回いいんじゃんね。よし、全部やろう。これやっぱちょうどいいよ。匂いがキッチンマジックリンと似た匂いがする。キッチンマジックリン、
チンマジックリンに似た匂いということは何ですか。きついね、結構きついこれ。だからということは手が荒れるからやっぱり手袋してくださいね。キッチンマジックリンってなんだ、アルカリ性なんだった。忘れた、忘れたって、忘れてないよ、知らんだけ。まあ強いのは間違いない、キッチンマジックリンと同じ匂いだから。落ちた、すごい。よし、じゃあこの状態でやっていきたいと思いますよ。こんな感じで全部やっていこう。とりあえず一度きれいにキャビンを、よいしょ、雨降りそうなんでね。ちょっとちゃちゃーっと、じゃあ塗ってきます。やっぱりちょっとこういうところを今手抜きしたから残ってるわ。でもこういう正面、他のところ、こういうところ、こういうところ全部落ちてます、水垢が。へえ、この中、ここ今手抜きしたんだけど、この中やってなかったんですけど、この中は水垢がそのまんま、ここ、こういう手の入るところは全部落ちてる。特別変わった様子もないです。オッケーです。はい。じゃあね、今日はね、ちょっと試験的にこれ使ってみたかったんでやってみましたということです。じゃあ今日はリンレー水垢スポットクリーナーでキャビンの水垢を落とすという動画でした。これね、分かったら使ってみてくださいね。おすすめします。はい、じゃあ今日の動画良かったと思ったら高評価といいねとコメント、チャンネル登録お待ちしてますんでよろしくお願いします。じゃあ次はね、ちょっとアルミ磨こうかな。どうしてもこれやりたかったから、水垢落とし、すごかったから。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ頑張ってくださいよ、ご安全に。じゃあまた、じゃあにじゃあにー。